鳥石は日本の氏族の一つである。鳥石発祥地鳥石家門、鳥石辻は木の国熊の権元の神職の家柄である。鳥石の祖である熊の神宮第19代、別当行藩は平清盛から兵士の姓を賜り、兵士と称し、通称鳥居方言と呼ばれた。上級の乱以降の雪忠の第には三河国や萩章に移り、土着して、 ただし氏と解明したと伝わる。室町時代において、三河で勢力を伸ばした松平氏に仕えるようになった。戦国時代では鳥居、伊賀忠義と、彦右衛門元忠の父子が著名である。忠義は今川氏の参家において、主のない岡崎城で松平等を崩壊させずに保ち続けた。駿府で身柄を預けられている洋主竹千代には、秘そ元忠を付随させた。 その元忠は、家康より三歳年長ということもあり、家康の生涯にあった大将あらゆる合戦に参戦した。その集大成は、関ヶ原の戦いの前哨戦にあたる伏見城の戦いである。八百人の兵で、石田三成率いる数万の大軍と渡り合い、不幸津松平家忠らと共に戦死した元忠は、後に三河武士の勘と称えられた。 徳川政権下では、元忠の子、左京介、忠政、土佐主政次などが大名、旗本となっている。鳥居宗家は、最大で24万国の大弥となるが、元忠の孫、左京介、忠爪の代で、仏具断絶となった。しかし、元忠の功績に鑑みた抗議の計らいにより、忠爪の異母帝、主前正忠春が原告ではあったが、改めて大名に認められた。 幕末には、所流の旗本家から鳥居養蔵が出て、目付や南町奉行を務めたが、天保の改革での厳しい取締りや、捜査手法などから、名の養蔵から、要、官位の会守るから、会を取り、妖怪と下げ済まれた。現在、鳥居蔵家は、身分に存在する。また、下野国であった栃木県内に散らばる多くの鳥居生は、この鳥居種の末裔たちである。 愛知県岡崎市には、鳥石発祥地の石踏みがある。三部藩鳥石の側近には、斉藤市、森田市、井山市、佐々木市の四市がいた。その四市の中でも、森田市は鳥居武芸教授指南役方、井山市、佐々木市は、三部城護衛方、斉藤市は鳥屋大所役を預かる、忠実な部下だったとの話がある。四族鳥石熊野別党、新宮別党家十九代当主。 高津笠公爵家分家、高津笠新広氏の子、川島米太郎の子、奥三河の奥平氏へ仕えた鳥居氏の一つ。1575年5月、武田勝頼の大軍に包囲され、苦境にあった設楽軍長しの上司、奥平さだ政は、岡崎城の徳川家康に援軍を要請するための、使者として、家臣、鳥居スネーモンマサルを派遣した。スネモンは包囲網をいくぐり、 岡崎において、援軍を出すとの確約を家康から得ると、朗報を伝うべく、流しの城へ帰還する。だが、間際で再入城に失敗、武田軍に捕獲される。城の前で杭に縛り付けられ、織田、徳川から、援軍は来ないとの偽情報を、流しの勢に向かって流すよう強要させられたが、勝勝は、武田軍を欺いて援軍が来ることを、 長篠城の奥平勢に叫んで伝えたため、殺害された。大軍の猛攻に精魂突き果てかけていた、長篠城兵たちも、勝勝の知らせを聞いて奮起。長篠城を見事守り切った。主家が家康の縁者として栄えると、スネエモンの子孫は、奥平松平氏に使え続けた。勝勝の古心将は、関ヶ原の戦いで、安国自衛系を捕獲する軍港をへ。 十三代、鳥居賞次が、お師範の過労職に就くなど、家中で重きを成した。なおこの鳥居氏は、中心として褒めたたえられていた、初代少将の通称、スネエモンを代々受け継いでいる。ありがとうございます。